今回は穴埋めクイズです。上と左から読んでくださいね。制限時間は15秒。全部で15問です。1問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。魔法、違法。真ん中の文字は、ほになります。2問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。今日、許可。真ん中の文字は小さい「よ」になります。3問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。持ち場、勝ち気。真ん中の文字は、地になります。4問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。握り、手際。真ん中の文字は、ぎになります。5問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。施設、二世、真ん中の文字は、せになります。6問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。島根、手前。真ん中の文字は、まになります。7問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。すだち、左。真ん中の文字は、だになります。8問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。歩道、寝床。真ん中の文字は、どになります。9問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。もなか、さなぎ。真ん中の文字は、なになります。10問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。
答えです。酢豚、吹雪、真ん中の文字は部になります。11問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。ささみ、小さじ。真ん中の文字はさになります。12問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。願い、我が家。真ん中の文字はがんになります。13問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。苦味、香川。真ん中の文字はがんになります。14問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。モップ、よっか。真ん中の文字は小さい、すになります。15問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。ヤギ座、野菊。真ん中の文字はギになります。よかったらグッドボタン、チャンネル登録、シェアなどよろしくお願いします。ではまた次のクイズで会いましょう。